なので本当に死にかけてたんですけど、で今年言っていいのかな、でちょうどそこで劇場にもその、まあ、そのネタ1本ぐらいの感じで劇場にも初めて入ることができたんですね、吉本の漫才劇場に。ただあの、ただ正直あの肌に合わなかったという満劇の雰囲気が、全然満劇の雰囲気が悪いわけじゃなくて、僕が個人的になんか勝手にちょっとこうなんか過剰に考えすぎてたというか、多分同じ感じやん、はい、怖くて、実際その時にもうすでに東京に行ってみたいっていう話はもうしてたんですよ、この時に、うん、この時期劇場入る前とかに。でも僕はマラソンが結構得意なんですけど、あでも最後に次の年のカンペマラソンだけ走って走ってから辞めて違う事務所を目指して東京に行こうっていうことになって、2018年の4月に東京に行くんですけど、本当にここでなんか吉本辞めてます、はい、でも本当に何もなんか、そうなんか周りの人が吉本の時も結構周りがそそのかしてきた早く東京に行けばいいのにとかみんな言ってきたくせに言ってきたのに、そうそうですね、はい、言ってきたくせに良くないこと言いましたね、言って言われたからこっちもそうその気で行ったらなんか全然ウケなくて東京行ってからほんまに噂聞かれるのか、全然かつちょっとなんかまあいろいろあってライブ数もあんまり出れてなかったんですよ、ちょっといろいろ諸事情があって、でその結果ちょっと仲もちょっと悪くなったりというか、はい、いろいろあってここで解散するのがもうその1年後、2019年、早かったよな、はい、東京行ってからすぐ1年以内で。事務所とかも全然入れへんかった。そうですね、出店とかは一応合格というか、でそのライブに出してもらうことまでは行ったんですけど、そのライブで中の芸ぐらいの順位しか取れなくて、うん、所属とかまではもうちょい行けなくて、まあ、一緒に手見せ受けてさ小笠原ジャスティスがめちゃくちゃ審査員にハマっててすごい悔しかった大阪の小笠原大輔と小笠原ジャスティン小笠原ジャスティンで一緒に入ろうねって言ってたんですけど小笠原ジャスティンだけが入ってて解散したのがここなんですけど、あこれはそうですね、解散した日まあもうそのまま一旦実家に帰ったんですけど、解散決まった日にたまたまその日が実家に新しい子犬が来る日でめちゃめちゃ子犬まあここまで下がって、まあ、プラマイで考えたらゼロより上だなってちょっとそれでもう助けてもらえば、はい、前で言ったら大阪でフリーの状態なんで、うん、もう完全に大阪に帰ってきたって、はい、もう帰ってきました、はい、東京でも友達できなくて、はい、だからもうこっちにやるしかないんで、うん、何人かとユニットでやらせてもらったりしたんですけど、まあなかなかっていう時にやってた、誰とやってた、やってましたよ、そう言っていいのか別に言ってもそんな盛り上がらないやってないじゃあもう今の言ったからもう言えない盛り上がらないとか言っちゃったからそれで知ってる人知ってる人ですか、そう同期やってたの、はい、やってました、2、3そうだね、活動してないと思って2、3バトル座とかバトル座ライブインディーズライブとかに出てたんですけど、で、まあ、まあピンでも出てたりしたんですけど、本当にもう月 1、2 ぐらいしかやってない中で、そうです、そこで声かけたら、ね、声かけてもらったのが2020年の M1 前で、M1 前っていうか M1 中ですよ、 M1 中ですよ、だってそんなで言い方せんのいや、待って、いや、違いますよ、普通に鳥松でこの年2020年出てたんですよ、で、2020年のその9月ぐらいですかね、まだギリギリぐらいやつ、まだ鳥松での M1 にまだ出てないというか
一回落ちて、再エントリー、再エントリーが残ってるのに、なんか M1 出ようみたいな感じで声かけてもらえて、どういうつもりなのかなって思って。それも解散が決まっててよ。だからその前に M1 落ちたから、はい、でどうするっていう話をしてて、その結果がどうあれ、どうせ解散するってなってたんや、その時。あ、それやったら別に、まあ、もうそうそうそう、もう次に切り替えてたってこと。あ、そう。そうそう。なんかそれ。でもそれなりに夏美さんへこんでます。で、まあそのおかげで、で2020年の末に正式に、まあ、やっていこうってなったんですけど、うん、でも正直ここの半年とかのコロナ禍を、あ、そうか、コロナ禍を言い訳に、なんか今最近見たら半年で5本ぐらいしかないって。いや、だからめっちゃコロナ気にしてたよ最初。で、最初の方気にしてました。まあまあしゃあないなって。その辺、そうですね、ほぼ何もしてないっちゃ。なので本当に死にかけてたんですけど、で今年言っていいのかな、なんか正直今年の1月ぐらいになんかやめかけてなかったやつ。ああ、今年の1月というか言っていいかな、松坂さん。ああ、言った言った。今年の1月ぐらいに、1月、あ、そうか、はい、今年いっぱいでやめるかなっていう感じで言ってます。われたんで、はい、でちょうどその時にこの何ていうか楽屋、楽屋じゃない、このえ楽屋 A がピラミッドを吉本以外でも作るっていうシステムを始めてくださったおかげで、何ていうか一つのモチベーションというか、あ、そうやね、目指すところができたっていうかね、フリーになって。でそこで2回落ちてるんだよ、そうです、はい、去年も1回戦で落ちてるんで、だからそこ、そこで結構ちょっとスイッチが入ったというか、ここ本当にダラダラしてたんで、うん、ちょっと気持ちが入ったところで、そういうシステムが明確な目標というか、なんか環境ができたことで、正直このいい時よりも積極的にやってる、うん、ですよ。そうですよ。どうですか。そうですね、最近個人的にはそのめっちゃ なんかこの辺からかな、分からんけど、この辺から多分なすごい殻に閉じこもってた自分の中で、え、人と関わらない、そう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 、関わらないってことです。人が怖いみたいなね、はい、あんまり喋りたくないというか、ほん、ま、本来別にそういうそこまでそんなタイプでもない。そうです、ね、でも結構あのなんか無害な人には結構愛想感に当たらん、はい、けど僕とか、はい、最近だからなんか主催を個人的にやり始めて、ね、めちゃくちゃいいやから生ほどやるその主催によってちょっと明るくなって性格が、あ、そうなんですか、ね、そうそうそう、なんか戻ってきてか、ね、元気になってきたというかね、主催のおかげで喋れるように喋れるようになりました。そう、そうですか、うん、なんかみんなと喋れる、みんなと喋れる、そう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 、だからすごいありがたいなっていうね。あ、ありがたい、リハビリだな。上がってきました、ね、上がってきたけど、はい、年も年なんで、そうこんなね、髪色してますけど、正直3年目ぐらいまでしか許されない見た目でまだネタやってますけどね、はい、恥ずかしい、はい、そろそろ結果出さないといけないし、2人ともいい年やから、はい、あというわけで、また今後もいいですか、言い残したこと。じゃあ最初のとこに、はい、西出とやってた実定一人の西出さん、え、そうなんですか。いや、ちょっと一瞬だ、1ヶ月ぐらい。あ、そうなんですか。それぐらいかな。僕も1回だけ構成、今構成作家のカモとやった。そうなんですか。ちなみにここ何でやった。僕はユニット1回
いや、そうだな。期間で1回だけ。1回だけ。だから、はい。以上です。バイバーイ。